おはようございます。ちょっと昨日は飲みすぎましたね。今日はパタヤ最終です。まあ、この2日しかいなかったんだけど、まあ、実質1日半か。ホテル朝食ついてないプランだったので、今から朝ごはんどっか食べに行ってくるっていうね。ただその前に周辺の様子を撮影しようと思います。ここが遅い範囲です。ホテルもあるので、今時間は8時40分ぐらい。パタヤは一方通行の道が多いんですけども、この辺は結構どっちへも行けるんで便利だね。これがソイグアタオですね。この看板の並び方が結構いいですよね。いかにも繁華街というか歓楽街というか、こんな朝からマッサージかよ。すげえな、パタヤ。こんな朝から風俗系のマッサージに声をかけられるとは。思えばこんな感じでお祈りをしてすごくいいです。大っぽくていいですね。この道路なんこの通りなんて言うんでしたっけ、そういうチャイアプーンでしたっけ。ここちょっとはっきり名前忘れてたんですけど、道路がねここひどいんで走りにくいんですよね。はい、すげえな。こんな朝から性欲はないぞ。これでサードロード採算、最後だと採算。なんで外国人だ。パタヤサードロード3本目の道の右側から、これでパタヤトランセントラルパタヤ通りとの交差点に来ました。朝なんで車も少ないですよね。基本的にパタヤは夜の街なんで、白いハスっていう意味なんですよね。なんか名前はすごい綺麗な名前の通りなんですけども、実際はものすごくなんかこう雑然とした猥雑な通りです。ビーチ側の通りに比べると全体に物価が安いんで、レストランとか結構長期滞在する人も多いみたいですよね。まあ何でも揃うんで便利なエリアだとは思います。
これぞ高安三次の通りではありますよね。朝食を食べに行くんだってすっかり忘れてました。あ、この辺りすごいな。ちょっと香港っぽいっていうか看板の出方が、いやそこまでじゃないけど、Do you have breakfast, ma'am? One breakfast. Yes. Sorry, sir. Yes. Americano. Ah, yes, please. Orange. Yeah. What's this? Can I get omelette? No. Omelette. Pan omelette. Mm-hmm. All right. Okay. Take bread to me. Thank you. なんかすごい雰囲気のいいお店ですよね。なんかわかんなくて。